はい、今日はですね、先ほどシャドーキャビネット終わりましたので、その、まあ、定例の会見、並びにですね、今日甘利広報本部長にもご同席をいただいておりまして、お手元にお配りいたしました来るべき総選挙に向けてのですね、政権公約の中の、一番一般の方にこれから配り出します、まあ、政策のビラ、これについても発表させていただきたい、こんなふうに思っておりますが、まずシャドーの関係でありますが、今日は議案としまして2件の報告を受けました、地方公務員の政治的中立性の確保のための、地方公務員法等の一部を改正する法律だ。これは地方公務員のですね、政治行為等々につきまして、国家公務員とですね、同じ扱いにすると、まあ、こういった形の法律案であります。それから2件目はですね、動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案。これは犬、猫についてですね、生まれてから、何日目まではですね、その販売ができない、まあ、とうとう愛玩動物に関する、管理、まあ、これを規定する法律案であります。それからですね、シャドーキャビネットでお手元にお配りをいたしましたマトリックスと、これは改めてデザインも決まりまして、そしてこの後、甘利本部長の方からご説明のあります、政策ビラともですね、項目を、順番も含めて、並び替えたものでありますが、報告を、させていただいたと、まあ、いう取材でありまして、この、マトリックスにつきましても、今週中にですね、党所属の国会議員、それから選挙区の支部長、各都道府県支部、まあ、連合会の方にもですね、メールをいたしまして、来るべき総選挙に向けてですね、準備を本格化させていきたい、こんなふうに考えております。別件でありますけれどですね、三党合意に基づいて成立をしました、社会保障制度改革の推進法と、これが今日からですね、施行されることになったわけであります。まあ、今後同法にですね、定められた国民会議の設置と、これが一つのポイントになってくると思います。まあ、今後のスケジュールを考えますとですね、正式な国民会議の設置と、これは総選挙後と、まあ、こういうことになってくると思いますが、もし自民党が与党であればですね、まあ、例えば国民会議の設置の準備に向けた総理補佐官、これを任命するとかですね、事務局の体制を整えると、その上でですね、野党側に事前協議を呼びかけると、こういった準備をおそらく進めると思います。ところが今のですね、政府与党、全くこういう準備をしないでですね、ただただ一日も早く設置をしたいと、こういうことでは何にも進まないと、こんなふうに思っておりまして、いかにも民主党政権らしいやり方だなと、こんな感想を持っております。まず私の方から以上でありまして、じゃあ甘利本部長からビラの、はい、広報本部長の甘利明でございます。お手元に見開き4ページの政策ビラが、届いているかと思います。従来私ども自民党では、J ファイルという、まあ、これ政策集ですね、これ数十ページに及ぶ政策集と、それを簡略化をした、まあ、政権公約、民主党ではマニフェストと呼んでいましたけれども、この政策パンフレット、十数ページのもの、基本的にこの2種類でございましたけれども、これに加えて今般、お手元に渡っております政策ビラ、これは、まあ、各項目を代表するエキスを集めてですね、我々の考え方を簡潔にまとめたものでありまして、これを、まあ、選挙時に配るというよりも、選挙の前に、こういう考え方の党であるし、こういうふうに変わった党であるということをお知らせをしたいということで政策をしました。
これ以外にもう1枚お手元に届いている、いると思いますが、今そこにありますあのマトリックス、政策マトリックス、合計この4種類を制作をいたします。その、 あの制作ビラに関して、本日、リリースをさせていただきます。表表紙には、私ども自民党の、伝えたい思いが綴ってあります。そしてこれを開けますと中の見開きに、それを具体的に実現をする、つまり日本を再生させる具体的シナリオが書いてございます。で、裏表紙、それを踏まえて、我々にこの国を日本を任せていただきたいという思いが書かれているわけであります。表表紙のまず、国民の皆様、有権者の皆様にお伝えをしたい我々の思い、短い文章でありますから読み上げさせていただきます。私たちには日本を再生するシナリオがある、実現する力がある。自民党は日本人の力を信じています。自然災害も停滞する経済も少子高齢化も乗り越えていく力が日本にはある。私たち自民党は未来を切り開いていく日本人の頑張りをサポートします。自民党には新しい日本の形を作っていく具体的なシナリオがあります。そしてそのシナリオが見開き2ページにわたって書いてあります。まず3つの理念であります。1つ目は国民の安全と安心をしっかり確保するということであります。その上で大胆に改革を進めていくと。今民主党政権下では領土問題から経済、そして社会保障まで今不安の塊に陥っています。これをすべての分野にわたって安心と安全を確保する、そのためのシナリオを提示をいたします。でそのための改革を提案をいたします。2点目、頑張る人々をしっかりとサポートをしていきます。自立しようとする人たちをしっかり応援をする。今この民主党政権下では支えられる人がどん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 増えていくということで、支える人をエンカレッジするという、ポリシーがありません。頑張る人を支えてこそ初めて弱い立場の人が安心して、生活できる社会ができるわけでありますから、この手順メリハリをしっかりつけていきます。3点目、日本の文化や誇りを子どもたちに引き継いでいきます。ばらまきによって子どもに引き継ぐのは借金しかないという社会にしようとは思っておりません。憲法改正をして日本のよって立つところ、日本人、日本のアイデンティティをしっかりと確立をし、それを誇りを持って 子どもたち、子や孫の世代に伝えるようにしたいと思います。そして、明るい未来を伝えていきたい。新しい分野の投資挑戦を続けていきます。ばらまきから経済成長路線へと転換をする、この3つの柱であります。具体的に6つの項目分野について簡単にご説明を申し上げます。まず経済成長であります。今後5年間を集中改革期間と捉えます。今後と申しますのは政権を担当させていただいた後5年以内ということであります。企業の立地国として一番魅力のいい国にしていく、そのために世界中と比較をしてハンディになっている、制約になっている、規制、政府の取り組み等々、これを国際最先端なものにしていきます。そして何よりも、国の経済モデル、を変えていきます。今日まで、日本を引っ張ってきた経済モデルはいわば戦後から今日まで、高度成長をしてきた時代のものをこの焼き直してきたものであります。成熟社会にとってどういう成長モデルが必要かというところにきちっと処方箋が至っていませんし、設計図が書かれていません。その成熟社会に至った先進国がどういう経済モデルを作るべきかということを提案をしてまいります。具体的に申し上げますと、従来の貿易立国
に加えて、産業投資立国という創発エンジンで、この創発エンジンは相互に、シナジー効果を発揮するような仕組み、為替によって、経済が振り回されるということではなくて、円高であっても円安であっても、立ち行く強い経済を作っていきたいというふうに思っております。研究開発や投資が圧倒的に進むようにいたします。日本から常に新しい発明や新しいサービスが発信されるような、そういう国にしていきたいと思います。国と民間企業との研究開発を一気通貫でつなげていって、基礎研究から市場まで見据えた体制、その司令塔を作っていきたいと思います。もちろん雇用の7割を担う中小企業であるとか、地域経済を担っていく農林水産業、地方の産業支援にも力を入れていきます。社会保障であります。誤解がないように、消費税は全額社会保障費に使うということを宣言をいたします。日本という国は、自助自立を第一に、そして共助と公助が組み合わさって初めて、日本を支える人たちに元気がつき、そして、どうしても公助の手を差し伸べなければならない人たちにしっかりとした手がいくようにしてまいります。社会保障というのは社会保険制度を基本とするわけでありますが、消費税は全額これを支えていくことに使うということであります。もちろん社会保障自身のその非効率さ、ばらまきというものは、しっかりと見直していきたいというふうに思っております。3点目は復興と防災であります。この東日本大震災からできるだけ早く、今の政府よりもスピードアップ感を持って復興をさせていきます。それから今後予測をされる大災害に対して先回りして事前防災を行ってまいります。今各官の試算で首都直下型地震、東海東南海等々の地震による被害総額というものがシンクタンクによって発表されています。我々の目標はこの被害額総額を半分以下にする。そのために先回りをして、生命と財産を災害から守ると、これが我々の考え方で、あります。命と財産を先回りして守る、そのことによって、国費の投入をできるだけ抑えていくという考え方であります。4点目エネルギーであります。安全第一の原則のもとに新たなエネルギー安定供給構造を構築をしてまいります。当面3年間でありますけれども、再生可能エネルギー、それから省エネ、これ最大限の推進を図っていきます。それから原発の再稼働の可否につきましては、安全第一の原則、これはもちろんであります。そのもとに順次判断をして、すべての原発について3年以内の結論を目指していきます。もちろんその前提として、安全性については原子力規制委員会の専門的判断に委ねるということであります。こういうことを踏まえまして、10年以内に新たなエネルギーミックス、安定構造、安定供給構造を再構築をいたします。5点目外交安全保障であります。日本の立場をはっきり主張できる外交、東アジアの現実に向き合う安全保障であります。そもそもは日米関係が揺らいできたと、信頼関係がぎくしゃくしてきた、その間隙を使われている面がございます。日米同盟をしっかり強化をして、集団的自衛権の一部行使を認めるなどの体制の整備を図ってまいります。我が国の領土と主権を守る国内法であるとか、組織や機関の整備を進めてまいります。TPP でありますけれども、国益に沿わない TPP にはもちろん反対をいたします。正規なき関税撤廃等々、
国益に反する形での TPP 交渉参加には反対をするということであります。6点目、国の在り方、教育、行革であります。日本人自身の手で、日本の誇り、日本人らしさを示す新しい憲法を作ります。新憲法草案はすでに発表させていただいたところであります。全文から最終章まで、すべての項目に従って見直しをさせていただきました。個々の内容についてはすでに発表されているとおりであります。教育につきましても世界トップレベルの教育立国、競争力が落ちているというところは教育にもあろうかと思っております。世界トップレベルの教育立国を目指していきます。いじめ対策も徹底的に対策を徹底をして責任の明確化を図っていきたいと思っております。行革について、例えば公務員人件費でありますが、国地方合わせて2兆円の削減、能力実績主義の徹底、公務員制度改革を推進をしていきますし、行革は不断の努力として取り組んでまいります。これらの政策を通じて日本の再生を図ってまいります。最終ページにはそういうことを踏まえて我々自民党にこの国を託していただきたいというお願いがさせていただいております。ここも短いですから読ませていただきます。自民党には多彩な人材がいます。行政を動かしていく経験と知恵があります。国民の皆様と一緒に日本を動かしていく強い決意があります。私たちは総選挙に敗れ、改めて国民の皆様の目線で政治の在り方を見直す機会をいただきました。現実から目をそらさない、理想を忘れない、実行可能な具体性のある改革を私たちは断行します。政治が混迷している今こそ、生まれ変わった新しい自民党に国家運営の使命感と行政実行能力、政策実行能力を持つ私たちに日本再生への挑戦を任せてくださいということでございます。以上です。それではご質問ございましたらどうぞお願いいたします。先ほどから今ちょっと席外していますが、また戻ってくる予定ので、その間見られなくてこっちの方に質問あれば私はい、いらっしゃいますのでどうぞご質問ございましたら。はい、再生可能エネルギーや省エネを日本の技術力を駆使して推進していくことということは、これから先のエネルギー政策の主要部分の一つであります。これに目標を掲げて日本の技術を全力で投入していくと、その結果どこまでこれが可能かという道筋が見えてくるということで期限を設けさせていただきました。それから原発についてのその判断でありますけれども、これはまず前提として規制委員会のこの判断ということが前提にあります。その上で政権としてはですね、いつまでもこれ原発っていうのはその動かそうと動かさないかろうとリスクは変わらないわけでありますから、それをしっかりですね安全性の検証し、不安な部分は対処していくという作業はですね期限を切った方がいいに決まってるんです。いつまでも引き延ばしにしておくわけにはいきません。
福島の第一原発は、止まった上での事故でありますから、この止まれば安心という誤解が少しありますけれども、止まっていようと動いていようと原発のリスクはそう変わらないわけでありますから、できるだけ早く安全性の確認をすると、そして対処するということは期限を切った方がいいのではないかというふうな思いであります。他にいらっしゃいませんでしょうか。政調会長もお戻りになりましたので、政調会長にどうぞ。念仏さん、はいはい。今日、反原発の運動ですが、説明会をするということがありました。これは、直接声を届かせるという意味ももちろんありますけれども、国会議員の方を飛ばして、直接首相に会うということは、大義制定を考えてみたら考えてみると、疑問を持つような声も出ていますけれども、政調会長はこういうこと自体について、どういうふうにお感じになりますか。政府として国民の声をですね、幅広く集めると、こういった努力が必要だと、まあ、こんなふうに思っておりますが、その手法につきましては、例えば騒ぎを起こしたから、デモをやったから、そういう人たちだけと会う、こういうことではなくて、どういった国民の層の代表と会うかと、こういったことをもう少し慎重にですね、検討した上で手続きは進めるべきだと、このように考えています。はい、どうぞ。読売新聞の田島と申しますけれども、はい、昨日ですね、民主党の前原政調会長と特例調査法案のことを巡ってお話をされたときにしているんですけれども、会談はどういった内容についてあって、政調会長からどういったことですか。お話をさせていただきました。まあ、この特例公債法案、予算の執行のために必要な法案でありまして、予算の執行、これは優れて与党の責任として進めなきゃならない。どういう形で特例公債法案を通すことができるか、ご存知のはずですから、その方法について与党内で知恵を絞ってください。このように申し上げました。はい、それから、ね、今日の政府民主三役会議で、与党単独でもですね、衆院を通過させるという方針が決まりましたけど、そういった方針について説明しますか。特例公債法案は予算ではありませんから、衆議院で可決すれば自動的に、成立するものではありません。参議院に送ればそれで済むということではないと思っておりまして、出口をどうにするのかと、こういったことも考えた上でですね、今後の手続きはお勧めになったらいかがかなと思います。はい、どうぞ。選挙制度の問題、これはやはりですね、それぞれ、第一党だけではなくて、野党も含めて、小さな政党の声も聞き、しっかり取りまとめていかなければならない問題だと、まあ、こんなふうに思っております。まあ、この問題ですね、一つにはやはりですね、一票の格差の是正の問題があります。そして、定数の大幅削減、そして選挙制度の抜本改革、こういう問題がありまして、総選挙の時期を考えるとですね、やはり憲法上の要請であります、一票の格差の是正、これ総理も言われているわけですから、これをまずですね、きちんと与野党で協議をして、成立をさせるべきだ。なかなか今の段階でですね、選挙制度の抜本改革、おそらくこれを近いうちに仕上げるというのは無理だ、こんなふうに私は思っておりまして、これにつきましてある程度の方向性について与野党で合意をして、自治会の総選挙で実施できるようにですね、具体的な準備というのをですね、選挙後に進める、これが私は妥当なですね、プロセスではないかなと思っております。はい、
税と社会保障の一体改革もそうでありましたけれど、客観的な事実として審議を遅らしている、そして採決を引き直してきたのは明らかに今の与党側だと思っております。おそらくですね、あらゆることをですね、法案を通したいとかですね、実際に決定成立をさせたい、こういうことではなくて、混乱を生じさせるために、それによってですね、少しでも解散の時期を先延ばしにしたい、こういうその魂胆がですね、透けて見えるような手法は取るべきじゃないと思っております。あまり本部長の方の質問いいですか。この後の時間もあると思うんで、本部長。大丈夫。このビラの方はいいですか。ビラ持ってるところの写真だけ撮らせてもらって。ビラ持ってる絵をちょっと。ビラ、はい、ビラと。どういう、はい、ちょっと、はい、こういう、すみません、はい、こんな感じ。そっちもいい。すみません。これ、はい、お願いします。俺裏だし、はい、これ書いちゃったんだ、はい、か超無敵や、ありがとうございます、お願いします、はい、じゃあすいませんでした、はい、どうぞご質問どうぞ、はいはい、はい、はい、原発について、はい、当面の最優先課題として3年間にあたり再生可能エネルギーを最大限まで導入というような、はい、期限を切っている部分というのが新しく入りました、はい、これからのエネルギー政策、おそらくですね、2段階で考えていかなければいけないと思っています。今、政府がですね、原発のゼロシナリオ 15%、まあ、20から25と、まあ、こういったものを示しておりますけれど、まあ、これ例えばですね、じゃあゼロにすることによって、それが日本経済にどういう影響を与えるのか、電力価格にどういう影響が出てくるのか、全くそういったですね、具体的な根拠がなしに、ただ3つの中から今すぐに選んでくれと言われましても、サイコロを振るような話でありまして、極めて拙速で無責任だと思っております。そういった中で我々は、まず3年間、こういう期限を区切ってですね、そこの中で省エネ、そしてまた再生可能エネルギー、どこまでのことができるのか、限界に挑戦をする、これについて3年間のチャレンジをしてみたい。同時にですね、原発については安全第一と、こういう原則に立ちながら、一日も早くこの規制委員会立ち上げなきゃならない、そして具体的に新安全基準を作ると、おそらくここまでのプロセスでですね、半年以上かかると思います。そして、国内の原発、54基というか、50基というか、それにつきまして、先ほど甘利本部長の方からもありましたようにですね、これは稼働してても稼働してなくてもリスクはあるんです。これ全部についてチェックをすると。おそらく順番とするとですね、比較的稼働できる可能性が高いところからチェックをしていくと、まあ、いうことになると思いますが、いずれにしてもこの50基をですね、すべてきちんとチェックをするのに、2年、数ヶ月かかると思います。これらを合わせると、この原発についてどこまでもが本当に安全で動かせるのか、そしてそれ以外については動かせないのか、こういった見極めが出てきます。さらにですね、新しい規制委員会の下で、原子力の今後の技術動向、まあ、等々についての知見、こういったものを集約しまして、それが、遅くとも10年以内と、まあ、こういった形で日本のですね、エネルギーのベストミックスと、まあ、こういうのを決めていくということでありまして、第一段階が再生可能エネルギー、それから原発についても3年という期間、そして第二段階、最終的な方向につきましても、10年以内にはきちんとした見通しを立てていきたい。
具体的なシナリオ、そして具体的なデータ、根拠も持ちながら、そういったスケジュールで、われわれはですね、今後のエネルギー政策、考えていきたいと思っております。よろしいですか。